1911年に、スベン2世の墓を調査した際に取り出した、頭蓋骨をもとに作られた胸像スベン2世、または、スベニエストリズ戦は、エストリズ戦家最初のデンマーク王で、ハーラル1世のヤシャゴを呼び、スベン1世の孫にあたる。スベン2世は1019年に、イングランドで生まれた。父は、ウルフ博、母は、デンマーク王スベン1世の娘エストリズ。 デンマーク王ハーデクヌーズの後継者であったが、1042年のハーデクヌーズの死後、ノルウェーンをマグヌス一世に王位を奪われた。それを不満に思ったスベンは、マグヌス一世に反抗する勢力を味方につけ、反乱を起こした。そして5年後に、マグヌスが死ぬと王位についた。即位したスベンは、多くの木造教会を建て、ローマ教皇との交流を図り、息子、 クヌーゾー施設として送った。そして、教会の勢力拡大を狙った。スベン2世は生涯で2回結婚するが、2度目の結婚によりも受けた子は創生し、彼の死後王位は、諸子ハーラル3世が継いだ。最初に、スウェーデンをアーヌンド・ヤーコブの娘ギーダと結婚した。2度目に、1050年に、スベン・ホーコンソンの娘で、アーヌンド・ヤーコブの姫であったクンヒルドと結婚し、 一難を設けた。この結婚は、ハンブルクブレーメン大司教の命令により解消された。スベン二世には以下の諸子がいる。ありがとうございます。